小池百合子、都知事選後の SNS 放置が、都民の信頼を失墜させる。小池百合子知事の SNS 放置は、都民に対する信頼を大きく損ねる行為だ。選挙期間中に、積極的に SNS を利用していた小池知事が、当選後に、それを放置することは、都民の期待を裏切るものであり、情報発信の一貫性を欠いているからだ。東京都知事選で大勝利を収めた小池百合子氏は、選挙戦中には毎日のように SNS を更新し、都民にメッセージを伝えていた。しかし、当選が確定した後、SNS の更新はパッタリと止まった。選挙前には1日に4回も5回も投稿していたのに対し、当選後は一切の投稿がない。この変わりように、都民からは選挙に受かるためだけのパフォーマンスだったのかとの批判が噴出している。例えばツイッターでは、多くの都民が選挙が終わったらもう用はないのか、都民をバカにしているといったコメントを寄せている。また選挙期間中に更新頻度が高かったインスタグラムも同様に放置されている。これにより、都民は小池知事に対する信頼を失いつつあり、情報発信の重要性が問われている。選挙に勝利した後も、都民への情報発信を怠らず、一貫してコミュニケーションを続けることが、信頼を築くために不可欠だ。都知事としての責任を果たすためには、SNS を活用し続けるべきである。あなたはこの状況をどう思いますか？